こんにちは。今日も30秒で4種目、2分で終わる腹筋全体を鍛える種目をやっていきましょう。で、今日はダンベルを手に持ってやっていきます。なので、より高負荷がかかりますし、少し中級者さん向けです。で、内容としては上部にも下部にもこの斜め、腹斜筋にも効く内容になってるんで、ね、短時間で高強度でね、腹筋を追い込みたい方、ぜひ一緒にやっていきましょう。それでは、いきます。3キロ持って、最初は腹筋の上部の種目ですね。クランチ、腰を引きつけて、ダンベルを真上に上げてください。上げるときに息、吐きますよ。ダンベル前に行かないように常に上に上に。で、上げたらお腹をキューッと固くしましょうね。もうちょっと。OK です。次はレッグレイス。腹筋の下部に効く種目ですね。お腹を丸くして体勢をキープしたまま足を上げましょう。30秒間ですね。で、少し腰が丸まるようなイメージ、お尻ごと上げるようなイメージだとより腹筋にいきますから、腰だけ反らないように。きつかったら手上にしてくださいね。OK。 次はひねりを加えましょう。ひねりを加えるとこの腹斜筋、斜めが鍛えられますから、ロシアンツイストいきますよ。左右にひねる場合は呼吸どちらでもいいんで止めないように。もうちょっと。いや、だいぶきつい。あと1個だけ、30秒だけやっちゃいましょう。最後腹筋をね、追い込むフルターキックする。猫背にしたままいきましょう。この持ってるダンベルが地味に効いてきます。負荷がかかってるんで。頑張って、これも息止めないで、あと10秒。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。たったね、30秒4種目、2分だったんですけど、かなりきついです。で、これね、2分で終わっちゃいますから、もしこれで腹筋まだ余裕がある方はこれをね、2セット、3セットきついかな、もう1回ぐらいね。僕、ちなみにこれもう1回やるつもりです。で、セット数をね、増やしていってもいいですし、30秒でモニタリーなければ45秒にね、してもいいですし、内容としてはお腹全体を鍛えられる内容になってますから、ぜひやってみてください。ね、腹筋よくどれぐらいの頻度でやりますかって聞かれるんですけど、僕は基本ね、2日に1回ぐらいですね、は腹筋やってます。で、これからコンテストに向けて腹筋しっかりね、仕上げていきたいんで、毎日やるかもしれません。まあね、一緒に筋トレ頑張りましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。動画をご覧になっていただきありがとうございました。私がオーナーを務めておりますパーソナルジム上越 YG のことや、個人のインスタグラムの方ももしご興味があれば、ぜひフォローの方お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。